はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は T だとバンの移動式 LB、 バンを後に押してもデバフが反映されるらしいということで検証していきたいと思います。何を言っているかというと、今回 T だとバンの移動式 LB ってT だを先に押さないとバンとのチェインが噛み合わないんだよ。ただこのゲームの仕様上、バフとかデバフは先に押さないとそのキャラクターに反映されないはずなんだけど、バンの移動式 LB においてはバンを後に押してもバンの LB のデバフである防御の 88% が先に押したティーダに反映されるんだってよ。なんかこれ意味が分かんないよね。だからちょっと検証していこうと思う。で、今回あえてデスマシーンを選んだ理由としては非属性耐性が高い。だから、まあ、ティーダの純粋な火力だけを見ることができると。まずはちょっとそれの条件を合わせるためにポネちゃん使って、連続魔で、バファイガを、連続魔使う必要ないか、バファイガを使っていく。で、スタイナーで味方全体にまずリフレクを貼る。で、バファイガを貼って敵に全体的に非属性耐性をつける。これによってバンの 145% のデバフが入っても 100% 以上の非耐性があるからバンのダメージは通らないようになってる。で、LB ゲージの回復をする。で、そしたら、まあ、乱数が出ちゃうとあれだから、タスキルしてみていこうと思う。じゃあ、まずは、もう、バンの LB を使わない、もうデバフが入ってない状態のティーダの LB の火力を見ていきましょう。すぐタスキルするから、ちょっと数字を覚えておいてね。で、そしたら、出したダメージを見ていきましょう。で、出したダメージが、160。ということで、タスキルしていきます。はい、じゃあね、タスキルから戻ってまいりました。さっきと同じ行動をやっていきましょう。リフレク付与して、バファイガで敵に反射。で、由来者使って LB ゲージの供給。で、そしたら今度はバンの LB とティーダの LB を合わせてやっていきましょうと。で、そしたらまずは、まあ、そのデバフが反映される通常のティーダとバンのタイミングで押していきましょう。トン、ウ、トンぐらいの感覚であると、まあ、本来だったらフルチェインするんだよ。ただ、まあ、非属性のあれが入っているから、ティーダだけ、まあ、威力先に押した、ティーダが先に押したんだけど、明らかにダメージが増えてるじゃないですか。ということで、まあ、検証結果としては、T だとバンを後押ししてもデバフが入るということが分かりました。これ意外じゃない？多分、まあ、T だとかバンの、まあ、この移動式の差でもあるんだけど、最初にデバフをやって、まあ、後にダメージっていうような仕様だから、まあ、こういう現象が起こるっていうような形になります。だから、ダークビジョンズとかで、まあ、ラストでちょっとバンのデバフを先に入れなきゃとか、そういうことを考えなくていい場合もあるということで、今回のね、まあ、この意外な検証結果、ぜひね、今後の FFBE ライフに生かしていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。